今日はピアノの足台を、自分で作ってみたいと思います。オンラインのレッスンを、しているときに、ピアノだったりとかで楽器を弾くときにちょっと姿勢がね、足がブラブラしてたりとか、姿勢が不安定だったりするときにですね、足に何かこう足がしっかりと固定できるような、ね、台ご用意した方がいいですよということで、ね、アドバイスさせていただいたかなと思うんですけれども、まあ、今日お家でね作れるお家にあるものでも作れるかなと思ってね、講座とかで、なんかこうお洋服のカタログとかでも作れますよみたいな話が聞いた時もあったので、じゃあちょっと自分でもやってみようかなと思って今日作ってみようかなと思いました。足台ってこういうやつですよね。小さいお子さんが、足がしっかりとね安定できるように、高さが調整できるようになってます、うん、今日これと同じ高さをね作りますよ。で大きさは A4 の紙と同じぐらいのサイズの冊子があればいいです。全部数が揃わなくてもね、ちょっと小さめのも途中に入れとけば別にそんなにサイズは、関係ないかな。でね、さっきいくつかに分けてやりましたっていうのも、お子さんの成長に合わせて多分高さがまた変わっていくと思いますので、全部固定しちゃうよりもなんかこのくらい抜いて今度ねこのくらい抜いとこうかなとかいろいろとまた調整できると思いますので、少し分けてやってみました。でこのまま今本用意してって言ったっけ、その他に用意するものは布です。風呂敷でいいと思います、うん、で高さがこのくらいになったら、小分けしたものがこのくらいの高さになったらまた縛る。なぜかというと、布の中でさっき崩れましたからね、やっぱりここでもう一回縛った方がいいですね。よいしょ、よし、詰めてきていろんなものよいしょ、こんな感じかな、よいしょ、で、きっと、そう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 、でこんな感じでまとめて安定させる。まあ、こんな感じでね、ちょっとこう整えて、で布なんですけど、これはまあお家にねある風呂敷みたいなものでもいいし、まあ、シーツだったりとかちょっと置物でもいいし、でも縛るだけなんで縛りやすいものがいいと思います。で結び目が上に来ると上に足を置くのでね、結び目があるとちょっと邪魔だから、これをよいしょ横にします。縛るだけ、よいしょ。一つアドバイスです。お父さんにやってもらった方がいいと思います。よいしょ、よいしょ、これでいいかな。形は整えられるから、とりあえず縛ってみようか。キュッと、うん、またね緩んじゃったらまた縛ればいい話だからね、そんなに。よいしょ、どう3分ぐらいで作れるかな。よし、でまあちょっと布がねこうねシワシワになってるのが気になるようだったら伸ばしてもらって、まあ、これがちょっと上よりも黒い方が上の方がかっこいいかな、いいんじゃない、こんな感じです。うん、で、結び目を横にくればね、ここに足を置くっていう形でこういう感じでいけると思います。高さも
私が持ってる足台と同じになりました。そしてよいしょ、ちょっと乗ってみようか。私が乗っても大丈夫、 OK。 よし、こんな感じでね、楽器のところに置いてもらって、足を安定させるっていうものがね、やっぱり必要かなと思います。はい、いい音が出るにはね、やっぱり姿勢がすごく大切になりますので、ぜひぜひ、足台ね、お家で作ってみてください。よいしょ。